2010年9月民主党代表選挙は2010年9月に行われた民主党代表選挙である。2008年9月8日に無投票で同職に選出された小沢一郎の任期まで満了に伴う選挙である。しかし、任期中途の代表交代時には党規約に従って任期延長はなくこのタイミングでの選挙となった。この選挙は任期満了の選挙であり、 党規約11条7項前段の任期途中で代表がかけた場合ではないので、両院議員総会のみの選挙ではなく、規約が想定する正規の手続き、すなわち党代表選挙規則に基づく、フル装備の選挙が行われた。この形態の選挙では、投票権は国会議員の他地方自治体議会議員、一般党員、サポーターが持つ。 カンナオと小沢一郎の二名が立候補した。政治資金問題により党代表職を退いた小沢は代表代行として2009年の総選挙式、政権獲得の功績により幹事長に就任する。小沢グループが党内最大派閥に躍進したこともあり、幹事長として 当人事や資金繰りなどを一手に引き受けるのみならず、陳情の幹事長室への一元化など国政に関しても権力集中を進め、鳩山幸男内閣に対して影響力を行使した。しかし、マニフェストと財政の祖語、鳩山首相や小沢幹事長の政治資金問題、連立相手の社民党、国民新党との摩擦などで、内閣支持率は激減し、翌2010年6月に、 鳩山は内閣総辞職、代表辞任に追い込まれた。同時に小沢も幹事長を退き、謹慎を宣言した。代表選で小沢系の七部業、タルトコシンジに対象した副総理の菅が首相に就任する。菅は小沢への権力集中に批判的であった議員を要職に登用する。また前回総選挙のマニフェストの見直しなど、 財政健全化路線に切り替え、政治主導の修正も図り、政策に関しても、小沢の路線を転換する。内閣支持率は回復したが、財政健全化の一環としての、消費税率引上げへの言及が、あだとなり、再び内閣支持率が激減。7月の参院選で、民主党は惨敗、参院での過半数を失った。参院選で党が大敗すると、小沢及び、 小沢警議員は執行部を批判、代表選への小沢の立候補を促す動きが起こる。鳩山幸夫の指示を取り付けたことを機に、小沢は自身の立候補を決意した。小沢の出馬決意を受け、選挙後に党が分裂する危険性が高まったため、鳩山や小石東が関東小沢の間を取り持ち、小沢の復権を伴った。 トロイカプラス1体制の確率を菅が了承するのと引き換えに小沢が出馬を辞退するなどの折衷案を提案した。しかし菅が提案を拒否し、交渉は決裂、代表選で二人が争うこととなった。ふとじは当選者。この結果、菅直人が小沢一郎に勝利し、再選を果たした。菅の任期は2012年9月末日まで。 さらなる再選は制限されていない。国会議員表彰祭、編集危険の二人は、西岡武雄参議院議長と、横道高博衆議院議長と思われる。参院の西岡は、小沢の出馬を牽制する一方で投票では棄権することを表明していた。衆院の横道は投票する気はあったが、直前の飛行機故障のため投票時に会場に着くことができなかった。 韓は、挙党一致を強調していたが、選挙後に成立した、韓改造内閣では、小沢グループの閣僚が全員離任し、大方、韓支持の議員が就任した。直後に行われた、世論調査では、内閣支持率が大きく回復し、発足時を上回った。前年の総選挙で、民主党が掲げたマニフェストは、選挙前から、財源の裏付けが疑問視されており、 鳩山前政権の末期には公約と財源の板挟みの状況を提していた。前政権で財務大臣を務めていた官は現実に即したマニフェストの修正を唱えているが、代表時代にマニフェスト政策に当たった小沢はマニフェストの実現に努力すべきだと主張している。小沢は自身の資金管理団体陸産会の土地購入をめぐる陸産会事件の刑事訴追について、 検察審査会の審査を受けている最中であるため、小沢は選挙に出馬するべきではない、との声がある。代表選挙の模様は、地上波のテレビで放送されたほか、TBS がユーストリームで放送した。接続したユニークユーザーは27万人を数え、アジア地域での最高記録となるなど、選挙への関心の高さが示された。ありがとうございます。